イグノーベル賞。それは人々を笑わせ、そして考えさせてくれる研究に与えられる賞で、通称裏ノーベル賞とも呼ばれ、毎年世界的な話題となっています。そんなイグノーベル賞を二度受賞するという偉業を成し遂げた日本人をご存知でしょうか。それは北海道大学電子科学研究所の中垣俊之教授です。今回は2008年に認知科学賞、続く2010年に交通計画賞でイグノーベル賞を受賞した中垣教授の賢い単細胞の研究をご紹介します。北海道大学電子科学研究所の中垣俊之教授は、2008年に認知科学賞、続く2010年に交通計画賞でイグノーベル賞を受賞しました。中垣教授の研究は、新生粘菌の一種、文字ほこりにおける知性探索です。粘菌は単細胞生物で、脳はありません。しかし、生態を観察すると、様々な状況において巧みな行動をとることが分かりました。中垣先生は、そんな粘菌を賢い単細胞と表現し、細胞の巧みな行動は物理現象として研究できると考え、新たな研究領域、ジオラマ行動力学を多くの研究者と共に立ち上げ、粘菌を含む原生生物の行動のアルゴリズム解明に取り組んでいます。2008年の認知科学賞につながったのは、迷路を使った研究です。迷路いっぱいに広げた粘菌は、餌とは関係のない経路からどんどん撤退していき、餌のある入り口と出口を結ぶ最短経路に太い環状の体を残したのです。粘菌は単細胞なので脳はないのに、なぜ迷路の中での最短経路が区別できるのか、とても不思議です。続く交通計画賞の受賞につながったのは、30センチ四方の寒天のプレートに関東地方の地図を描き、関東の主要都市に相当する部分に粘菌の餌を置きます。続いて山間部や河川、海などにあたるところに粘菌が嫌う光を当て、東京駅の場所に粘菌を置きました。すると、JR の路線図とよく似た東京駅と関東圏の主要都市を結ぶネットワークが出来上がりました。人間が作り上げた鉄道ネットワークと同じようなものを、単細胞生物の粘菌も作り上げたのです。あちこちに点在する餌を巧みに結びつけたので、これもまた巧みな採取行動です。加えて、粘菌は時間を記憶する機能も持っています。次の実験では、通路となる溝を作り、片方の端に粘菌を置きました。粘菌にとって快適な外気環境を設定すると、粘菌は通路の反対側に向かって動き始めます。そして、1時間後に突然、温度と湿度を変えると動きを止めるのです。10分後、温度と湿度を元の快適設定に戻すと、だるまさんが転んだのように再び動き始めます。このように1時間に1回、10分間だけ温度と湿度を下げると、その度に粘菌は動きを止めます。これを繰り返し、4回目には温度と湿度も変化させませんでした。すると、外部環境に変化がないにもかかわらず、粘菌は動きを止めたのです。この結果から、粘菌は次の外気環境の変化を予測するような機能を備えていると言えます。その他にも、中垣先生は、粘菌やその他の原生生物の巧みな行動を広く探索しています。そして、その巧みさを生み出す細胞の仕組みを、物理学や情報処理の観点から読み解こうとしています。粘菌を使った過去の様々な実験結果を解析すると、粘菌の動きからは、特有のアルゴリズムが浮かび上がってきます。これを計算原理として使い、コンピュータシミュレーションを行いました。具体的には、北海道の地形情報などの詳細データをコンピューターに取り込んでおきます。その上で、粘菌のアルゴリズムに基づいて、ネットワーク形成のコンピューターシミュレーションを行ったのです。すると、現実の北海道内の主要都市の地理分布パターン、それらを結ぶ交通ネットワークと似たようなものが、粘菌アルゴリズムによって作り出されたのです。中垣先生は、粘菌が餌のない経路や、行き止まりになっている経路から撤退する現象は、餌に触れている部分と触れていない部分で、異なる反応が局所的に起きているためと考えています。粘菌には、体の作りに関連する何らかの分子機構があり、その仕組みの中に餌の有無などの情報が統合されているとも推測をしています。実際、餌に触れている部分は柔らかく変化します。一連の動きを運動方程式で表すことができれば、粘菌のアルゴリズムを引き出せそうですよね。外部環境からの刺激を情報入力とし、処理して行動に反映するメカニズムがほぼ混然一体となっているのが単細胞生物です。このシステムが進化していったその先に、もしかしたら人間を含む多細胞生物の脳があるのかもしれません。今後、中垣教授は、粘菌と人間の違いを明らかにするために、粘菌が持つ複雑な状況でも巧みに行動できる能力を、原生知能、または原始知能と呼び、そのパフォーマンスと仕組みを解明して、人間の知性との違いを明らかにしたいそうです。脳を持たない粘菌が、迷路で効率的なルートを導き出したり、複雑な現代社会に通じる合理的な振る舞いをする。とても面白いですね。
情報処理能力の原型解明を目指す都市や交通網設計、新しい情報処理技術への応用が期待されるイグノーベル賞を2度受賞した中垣俊之教授の賢い単細胞の研究を紹介させていただきました。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。